京王線の車内で乗客が切りつけられた事件を受けて、警視庁と京王電鉄などは事件と同じ想定で走行する電車を使って訓練をしました。男がいきなりナイフを取り出して女性に突きつけます。乗客らは一斉に隣の車両に逃げますが、女性2人が逃げ遅れてしまいます。新宿警察署と京王電鉄などは21日、刃物を持った男が逃げ遅れた女性2人のいる電車に籠城し、火をつけた想定で訓練をしました。電車が新宿駅に到着すると、駆けつけた警察官が車内になだれ込み、男を確保しました。警視庁は車内で何かあったときは携帯電話での素早い110番など緊急事態をいち早く知らせてほしいとしています。